皆さん、こんにちは。今日は、バレーボールの指導方法ということで、選手たちへの叱り方について説明していこうと思います。指導する中で叱るということが多くあると思います。スポーツをしていて、必ず成功するわけではないですし、人はミスをするものです。その時にどのようなアプローチができるかで、その選手の今後っていうのも変わってくると思います。今回はその叱り方について何に気をつけたらいいかっていうのを解説していこうと思います。 よろしくお願いします。指導したことある方ならわかると思いますが、叱るときっていうのはすごく悩むと思います。どのように叱ればいいのか、叱ることによって人間関係が崩れてしまうのではないかと思う人もいると思います。 チームで戦う以上、その子だけではなく、周りのことも考えないといけないので、たくさんの指導方法、叱り方っていうのが頭に浮かぶと思います。さらに学生の頃、子供の子、さらに学生の頃、子供っていうのは、大人の一言によって、その後の人生が一転してしまう場合もあります。言葉一つ一つに気をつけながら慎重に叱らなければいけないので、よく考えると思います。 今回はその叱る時のコツっていうのを、えー、説明していこうと思います。叱ることや指導することによって人間関係が崩れてしまうのではないかっていうふうに危惧する人は過去にそのような経験がある人だったり叱られて不快な思いをしたことがある人ではないでしょうか。叱ることや指導することにネガティブな印象になってしまうっていうのは、まあ、仕方ないことではあるのですが、だからといって言いたいことを言わずに え、飲み込んでしまうと、その人自身のストレスになってしまったり、相手に対しても影響を与えることができないので、もっと悪化していく可能性もありますし、野放しにしている状態なので、どのような成長をしていくかがわかりません。叱ることによって気づきが生まれて、そこから成長する場合もありますし、適切なタイミング、適切な言い方をすれば、相手から気づかせてくれてありがとうと言われるケースもあります。 人を指導するとき、叱るときのパターンっていうのがいくつかあって、そのパターンを4つに分類して説明していこうと思います。一つ目がアグレッシブコミュニケーションです。これは攻撃的な指導の仕方です。追求したり上から物を言ったりする状況ですね。典型的な部分で言うと、なんでとかどうしてとかから始まる指導方法となります。そのように言われた選手たちは、攻められているという感覚に陥ってなかなか本音を発することができません。 二つ目が、パッシブコミュニケーションです。これは沈黙ということですね。気づいていてもあまり言わない。あえて言わないというパターンですね。叱ってはいないですが、気づかせるという部分で、自立という面に向かせることは可能ですが、あえて無視をしたり、何も言わないということなので、まあ、無言のメッセージを伝えているつもりなんですが、相手が全くそれを受け取らなければ、その無言のメッセージが受け取られないということなので、意味ないものとなります。 3つ目が、パッシブ・アグレッシブコミュニケーションです。これは上辺だけの関係となります。表面上ではお互い理解し合って、穏やかに見えるのですが、内心では攻撃的な姿勢を示している場合となります。相手から叱られていると理解していて、表面的には反省の色を見せている状態ですが、実際に言われていることに対しては、右から左に流れてしまっている状態となります。 この場合も、えー、叱ってる場面が多い指導者だったり、指導経験が長い指導者だとすると、あ、流されてるな、聞き流されてるなっていうのが大体理解できるようになりますが、叱られてる側っていうのは、その反省の色を見せて、相手に騙せてると思っているので、これまた後が大変なパターンですね。四つ目が、アサーティブコミュニケーションです。これが最終的に一番いいんじゃないかと言われるコミュニケーションの能力ですね。 相手も自分も理解できている状態で叱るということですね。相手は叱られていることを理解して今後どうすればいいのかというのを考えることができます。相手と対等に向き合うことができるので話が理解しやすいということですね。ではこのようなアサーティブコミュニケーションにするにはどのような叱り方をすればいいのか、そのポイントについて説明していこうと思います。まずポイントが2つあります。1つ目が、 今度からという言葉を使うこと。二つ目が私を死語にするということです。どちらの伝え方をするにも共通しているのが何をしてほしいのか、どのようにしてほしいのかっていうのを簡潔にまとめるということです。その際に声を荒げたり怒鳴ったりしてしまうと相手が威嚇されてるなと思ってしまうので、なるべく冷静に伝えるようにしましょう。この何をという部分に相当する叱りの目的っていうのは 自分の気持ちや要望を理解してもらうということになります。例えばですね、寝坊して連絡がなかった選手がいたとします。ここでの理解してほしいポイントというのは、寝坊したことではなくて、寝坊した時に連絡してほしいということですよね。この時になぜ遅刻したのか、どうして遅刻してしまったのか、そのように問い詰めてしまうと相手は責められているという感情に至るので、その追い詰められている状態では本音が言えなかったり、 するということになります。こんな時に使うのが今度からというワードですね。今度からこういうことがあったら連絡してほしいということを伝えることによって解決策を提示したり改善方法を提示することができるので、まあ、将来的な話し方になります。そのような切り出しをしてその上でなぜこのようにしてほしいのかを伝えることによって相手も聞き入れやすくなります。この場合であれば連絡してもらえることによって練習の順番を変えることができたり 連絡してこないまま、そのまま練習始まって終わってしまうと、何があったんじゃないかと、選手たちに迷惑をかかってしまうということを伝えることができます。これが今度からっていう言葉を使った例で、二つ目の私というものを主語にして伝えるという言い方では、まあ、先ほどと同じような例の選手がいたとして、どのように伝えるべきかということなんですが、あなたはなぜ遅刻したのですかっていうふうに伝えるのか、 私はあなたに時間通りに来てほしいと、えー、伝えるのか、えー、前者、後者どちらがいいと思いますか、えー、前者の方はあなたを主語にすることによって少し責められているような感覚があります。しかし後者の方は私を主語にすることによって受け入れやすく話が聞き入れやすいと思います。えー、叱るときや指導するときの入りというのはとても重要な部分で、その入りのときにもう顔を背けられてしまったり、 右から左の状態になってしまうと、その後どれだけ時間をかけても、その時間が無駄となってしまう場合があります。もしですね、あ、これ聞いてないなっていうパターンがあれば、その時はやめてしまうっていう決断も一つの手段ではあります。その時間っていうのは、その選手にとっても無駄ですし、その叱る時間を使ったことによって、他のチームのメンバーに与える影響もあるので、またの機会にするかということも考えるべきであります。 指導の仕方も様々あって、選手も様々いるので、この方法が一概にいいという風ではありませんが、一つの方法として、今回のを入れてみてください。選手の年齢や学年、団体のまとまりによっても、やっぱ指導方法っていうのは変わってくるので、今回の指導方法を取り入れてみても、うまくいかない場合もあるかもしれません。しかし、このような場合で、 えー、改善するケースもあると思うので、ぜひ取り入れてみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことでやってほしいことや知りたいことがあれば、ぜひコメントに書いてください。えー、インスタグラム、ツイッターでもメッセージ受け付けてます。このチャンネルはバレーボールに関してのことを様々発信しています。ぜひチャンネル登録してください。ではまた明日。